桐谷和明です。今渋谷にいます。365日24時間眠らない街、いつも電気であふれてて人がすごい綺麗な格好してます。食べ物もたくさんあります。こういうところに住んでて、こういうところで生活をしていて思い知らされます。すごい便利な世の中だな、素敵だなと思います。でもふと立ち止まって考えてみませんか。こんなもの、こんなエネルギー、電気、こういうものってどこから来るんでしょうね。どうやって作ってるんでしょう。どういう人たちが作ってるんでしょう。何偉そうなこと言ってんじゃねえよって思うかもしれませんけれども、みんなちょっと立ち止まって想像することが必要なんだと思う。その想像を一緒にやりませんか。俺にできることは映像を作ることです。その映像を使ってこれから世界に発信していきたい。俺たちは本当にこういうものが必要なのかということ、それは一人ではできないことなんです。今仲間を探しています。皆さんに一緒にこのプロジェクトに参加してもらいたい。そして一緒にこのメッセージを発信していただきたい、そう思ってます。よろしくお願いします。